僕らはさ何もつかめていない。ウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。南城市玉城青少年の家で行われた子どものためのドラマスクール沖縄の夏休み合宿にお邪魔しました。沖縄で演劇のワークショップを始めて20年以上になる子どものためのドラマスクール沖縄主催、渡辺奈穂さん。いよいよ合宿の総仕上げ、グループに分かれてのインプロ発表会。どんな内容にするか早速作戦会議。大人も子どもも自由に意見を出し合います。このドラマスクールを続けて声の高さとかトーンとか人前に自分から進んで怖がらずに恥ずかしがらずにできました、ね、それが成長したと思います。その場の空気でなんかこう深く考えずにパッてやるのが意外と楽しかったですね。なんかもっと人前で堂々と話せるようになりたいです。下の子なんかは最初の頃って本当に舞台の方に行くこともできなかったんですね。ずっと私にくっついててみたいな感じだったんですけど、今ではもう本当にドラマスクールの中で舞台に立つのもそうなんですけど、例えば学校とかでクラスのみんなの前で発表したりとか、そういうすごくそういうのが苦手だったんだけど、そういうのもできるようになってきたっていう、すごく成長したなっていうのがあります。なんか将来がね、お芝居関係じゃなくても全然関係なく必要なことだと思っていて、なのでなんか自分がこっちだと思った方向になんか自信持って突き進んでいけるような人になってほしいな。他人と関わることを楽しみながら自分に自信を持つ、演劇が持つウェルビーイングな体験の場を渡辺さんはこれからも作り続けていきます。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。はい、ありがとうございました。沖縄セルラーの提供でお届けしました。